ブルーポールは、イギリスのスコットランド原産の絶滅した、東洋犬種である。別名は、ブルーポールテリア、スコティッシュブルテリア。これの復刻版犬種がブルー・スタッフォード・シャーブル、テリアである。古い歴史を持つ刀剣で、1770年代に、ポール・ジョーンズという海賊の一味が連れてきた、ブルーテリアに、ブルーの毛色のオールド・イングリッシュブルドッグや、 同系色のイングリッシュグレイハウンドを交配させて作出された。このようにブルーの毛色が好まれて改良が行われた理由は、はっきりしないが改良者の好みであったという説や海賊が持ち込んで来たことを記念して海のような青い毛色に改良されたという説、犬の恐ろしさを引き立てるためであるという説などが上がっている。普段は番犬もしくはペットとして飼育されていたが、 時には刀剣として繰り出されることもあり、粘り強く声を出さずに戦ったという。そのため、原産地の周辺では人気を博し、万権剣,剣刀剣としてたくさん飼育されていたが、19世紀後半に刀剣が禁止されると頭数は減少し、ほぼ絶滅の状態が一世紀ほど続いた。しかし、近年はブルーポールを消毒ペットとして復活させようという試みが、 スコットランドで行われていて、本種の末栄と作質に使われた犬種を交配させて、犬種を再構築した。しかし、作質に使われた三犬種のうちに犬種はすでに絶滅しているため、ブルテリアは、ブルテリアを、オールドイングリッシュブルドッグは、スタッフォードシャーブルテリアを代用して、再構築を行った。現在は、再構築が完了し、 愛好家も存在するが一世紀の空白のせいで失われた知名度は回復するに至っておらず、スコットランド外での知名度はほとんど皆無で、原産地以外では飼育されていない。なお、この再生版は作質に用いられた犬種が違うため、ブルース・タッフォード・シャーブルテリアという別の犬種名で呼ばれている。がっしりとした筋骨流流の体つきだが、足は長く、頭はあまり大きくない。 マズルは短く、顎の力は強い。目は小さく眼光が鋭く、瞳の色は琥珀色かブルー。垂れ耳は段耳して立たせるが、飾り気のない細い垂れをはきらない。艶やかなスムースコートで、毛色はブルーまたは、ジェットブラックの単色か、それを血として胸などに、ホワイトのパッチがあるもの。大型犬サイズで、性格は我慢強く、知的で忠実だった。 デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、ありがとうございます。